バッターは8番鶴岡。この6球目ガーッと見送った。最後は外、振らせませんでした。そして次のバッターを迎えます金子。まず際どいコースをついてきました。この球はボールになります。さあ2球目、低めの球は打ち上げました。高々と舞い上がった。詰まった打球になりました。取りました。これで2アウト。これで2アウト。ランナーは3塁1塁に変わっています。2アウトになって次のバッターです。田中健介、左のバッターボックスです。どこから狙うか。まずはまっすぐから入りました。これは外れました。さあ次はどう攻めるか。アウトコースへ決めました。平行カウント、ワンエンドワン。田中健介、一度の出塁がありました今日のゲームです。次が3球目、これはストライク。プロスライダーで追い込みました。ツーアウトランナー三塁一塁です。さあ辰川さん、ファイターズのこの後の展開なんですが、このランナー返してね、ダメを押せばいいと思いますけどね。はい、ここはどういった攻撃で来るんでしょうか。これが4回目の打席。上がった、上げてしまった。ツーアウトになっています。さあ6球目はどうする。打った、左方向へ。ありました、スリーアウト、チェンジ。5回の表が終了しています。ファイターズ1点を追加、8対0リードを広げました。5回の裏ドラゴンズの攻撃、トップバッター堂上剛洋、左のボックスです。初球はどうでしょうか。まず高めのボール、ワンストライクです。奪った三振の数が1となっています。2球目、高めの球は外れてワンエンドワン。2球高めを続けました。今日2回目のバッターボックス、3投目、膝元へ持ってきました。追い込みました。149キロです。ここまでのドラゴンヒットが1本、まだ無得点です。ファイターズがリードしています。さあ4球目、ボールです。平行カウント、2エンド2、ノーアウトランナーなし。あっとフルカウントまで来ました。2ストライク3ボール。2回の最初の打席、ピッチャーゴロに終わっています。さあ 2-3 になった。スイングアウト、芯を持って投げ込んできましたよね。ストレートで三振です。そしてバッターは7番秀野、5回の裏ワンアウト。その初球は外のボール、149キロです。まずは三振でワンアウトを取っています。さあ2球目、ストライクになります。カーブで追い込みました。この回はワンアウトになっています。これは見送りました。バッテリー1球外してきました。ダルビッシュ、今日は5回途中までを投げて許したヒットが1本、失点なしの成績です。さあ第4球、ストレート打って打球はセカンドへ。取りました。1塁に送ります。1塁、これは余裕があります。アウトです。打順が変わります。谷繁、第1球。まずは簡単にストライクが来ました。枠をいっぱいに使ってきます。2アウトになっています。すぐ持ってきました。誘ってきましたが乗りません。これが2回目のバッターボックス。次が3球目、
超カーブできました。今のは反応できませんでした。ツーアウトランナーはありません。さあ4球目、まっすぐを打って打球はサードへ、取って一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ゲームは5回まで終了しています。ドラゴンズ3度目の三者凡退に終わっています。名古屋ドームは6回の表ファイターズの攻撃、そしてこの回の先頭森本、右のバッターボックスに入りました。さあどこから来るか。最初は低めのボールでした。ワンボールになりました。外のボール振らせました。ボールなんですけどね、バット出ましたよね。はい、ボール球でストライクカウントが入りました。このゲームはここまで2打数の1安打、3投目打ちに決まりました。シュートで追い込んでいます。4回の第3打席フォアボールを記録しています。さあ次の4球目は変化球、決まった。そしてバッター稲葉、左のバッターボックスです。これヒットならね、今日4本目ですからね。はい、この打席もやはり狙っていることでしょう。その初球ボールから入りました。バッテリー外してきます。インコース、でも力強いね、スイングしてますよね。はい、豪快に振ってきました。今日4回目のバッターボックスに入っています。これはストライク、2ストライク1ボール。ニセ、今日は1回と3分の1を投げてヒットは許していません。失点はありません。ストレートを外れました。2エンド2になっています。さあここでスリーベースヒットが出るとサイクルヒットということになります。さあ何を見せるか。変化しました。高いバウンドになりました。さあどういくか。やっと鋭い打球だ。これはショート、取って一塁送球、アウト、一塁アウト。そしてバッターは4番小谷、右の打席に入りました。最初はスライダーできました。ボールカウント1ストライク。最初のバッターは三振、その後は内野ゴロに打ち取りました。外のボール、ツーストライク。順調にツーアウトにしています。あっとスイングアウト三振、スリーアウトチェン、ボールの球、スイングアウトの三振です。さあトラブル、この後9番から始まります。今日はストレート中心の組み立て方をしているようです。6回の裏ドラゴンズの攻撃、対するこの回の先頭野上直道、6回の裏ノーアウトです。さあ初球です。最初は外のボール、ワンストライクノーボール。ここまで60球、うちストライクの数が36となっています。さあ次はどう攻めるか。外へ、今のは高いですよね。はい、そのボール球を振って空振りです。ダルビッシュ、今日打たれたヒットの数は1となっています。果たして3球勝負するのか。3球三振、次のバッターです、荒木。まずはストライク、ワンストライク。3回の2打席目、サードゴロに終わっています。2球目です。ここは緩いカーブでした。これも外目に行きました。
これが今日3回目の打席。さあ次はどうするでしょう。アウトコース、このボール球には引っかかりませんでした。今日奪った三振の数は3となっています。今度は落としてきました。2ストライク2ボール。ワンアウトになっています。次が5球目。ここのボール球打って、これは低い打球、ここでヒットが出た。さあ勝川さん、今のバッティングはどうご覧になりましたか。スライダーなんですけどね、ヒットになりましたね。あ、そうですか。そのボールヒットにされました。さあそして2番に回ります。大島、6回裏ワンアウト。初球から際どいコースをついてきます。ボールカウントワンストライク。ヒットのランナーを許しています。さあ次はどう攻めるか。低めのボール入りました。ツーストライクです。ダルビッシュ、この6回途中までを投げて許したヒットが2本、この回1本打たれています。あっと、ワイルドピッチでしょうか。今拾ったかどうか。ワイルドピッチでランナー進塁しました。さあ4投目。あっと、打った、ピッチャーの前、取った、一塁に送ります。一塁、これはアウト、ピッチャーゴロに終わっています。ツーアウトで次のバッターを迎えます。モリ、この場面でのバッティングはどうでしょうか。これは外れました。この球は枠に入りません。2球目。さあいい当たりだ、打球はファーストへ。ワンアウトからヒット、この後は内野ゴロに終わらせました。低めの球、ストライク2、ストライク1ボール。今日3回目のバッターボックスです。さあ第4球、あっと三振、3アウトチェンジ、無失点に切り抜けました。6回を終了しています。ドラゴンズ2アウト3塁からの得点はなりませんでした。どんな場面でも自分の仕事をきっちりしなきゃいけないですね。どんな試合でも確実に1本のヒットを残す心構えが大切なんですね。まずはインコース、ワンボールです。コーナーいっぱいに決まった。ボールカウント1エンド1。ここまでのファイターズ、打ったヒットは11本、そして8点を奪っています。一方のドラゴンズ、ヒットは2本、まだ得点がありません。ファイターズがリードしています。変化球低めに持ってきましたがボールになります。ワンストライクツーボール。糸井、今日は2回塁に出ています。変化球打った、犠牲、今日は2回を投げて許したヒットはありません。失点なしのマウンドです。外のボール球打っていった、高い打球が上がりました。まあ変化球はね、引っ掛けてましたね。セカンドフライに終わりました。マウンド上、アウトを1つ取ったところでちょっと間を入れます。まあ疲れという面ではちょっと気になりますけどね。基本に忠実ないいバッターですよ。これは野球の原点ですからね。そうですか。やはり素直にコーチの指導を。低めのボール打ってショートへの打球、抑えた、一塁送球、アウト、アウトです。次のバッターに変わります。高橋、バッターボックスに入ります。初球はボールになりました。この球は外れています。変化球が決まりました。カウント1エンド1。今日は打点が1あります。変化しました。それはセカンド。取って一塁に送ります。一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。7回の表が終了。ファイターズ3回目の三者凡退に倒れています。7回の裏、ドラゴンズの攻撃、先頭バッターは4番ブラウン。7回の裏ノーアウト。初球はどうでしょうか。初球は手を出しません。150キロです。
無四球を続けています。次の2球目、高めのボールは上げてしまった。上がったか。これはセンターが前に出ます。取りました。ワンアウトになっています。次のバッターはどうでしょうか。和田、右打席に入っています。その初球は外のボール。ここは1球外します。ストライク。平行カウント、ワンエンドワン。まずはワンアウトにしています。さあ3球目はどうか。これは内へ外れます。黒木さん、今日のピッチングはどうでしょう。ピッチャー的にも納得のピッチングになっていると思いますよ。はい、このピッチングに手も足も出ませんからね。今日のゲーム、辰川さん、黒木さんの解説でお伝えしています。さあ、バッティングカウントどう攻める。低めの球、ストライク。このボールは見送るのが精一杯。この回はワンアウトになっています。さあ5球目、低めの球上がった。上がりました。今のはね、引っ掛けてますよ。セカンドフライに倒れました。そして次の6番、堂上剛洋。さあ1球目、低めのボール打った。今のはファウルになります。さあ3回目のバッターボックス、大きく外れました。ワンエンドワン。ダルビッシュ、この試合許したヒットの数が2となっています。ストライク、ツーストライク、ワンボール。ツーアウトになっています。さあ4投目、バット空振り三振、スリーアウトチェンジ。もう気持ちで投げてるって感じがしますよ。はい、最後はストレートで決めました。7回の表裏を終了、ドラゴンズ4度目の三者凡退に終わっています。ドラゴンズ、ここで4番手ピッチャーに変えます。鈴木、ファイターズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。8回の表、ファイターズの攻撃。この回は8番から始まります。鶴岡、初球はどうでしょうか。まず低めから入りました。ここは外してきました。痛烈な当たり。この打球はどうなる。打球はレフトへ上がってどうだ。深いところに落ちた。ヒットになります。バッターランナーは二塁を狙った。ツーベースヒット。レフトオーバーのツーベースヒット。野手の間を抜いていくのか。ヒットを狙いに行くバッティングでいいと思いますよ。どの辺を抜いていけばいいでしょう。野手の間を抜くことだけ考えればいいんですよ。巧みなバットコントロールが見られるでしょうか。1球目狙っていっては当たりません。カウント1ストライク、ノーボールです。さあ2球目は、しかしこれは外れています。1ストライク、1ボール。いきなりツーベースのランナーを許しています。3球目、これは変化球決まりました。シュートで追い込みました。金子、今日は一度の出塁、フォアボールがありました。さあ打ち上げた。高い打球になりました。今のはね、変化球を引っ掛けてますよね。キャッチャーフライに終わりました。ワンアウトになって次のバッターになります。田中健介、左の打席です。村本、高めのボールで入りました。ワンストライク。点差変わらず8点差、ファイターズがリードしています。これは変化球、ボールカウント2ストライク。